リンクスタート。同じ瞬間を生きた一緒にいられると思っていた。ソードアートオンラインアリステーション、リコリス。さすが本気のシェータは強いな。シェータ殿と本気でやり合うなどキリト、あまりに危険です。いや、俺たちだけで決着をつける。大丈夫だ。そんな、なあ、前に戦った時も楽しかったよな。シェーターやっぱり強いぜ。私はただ自分を満たすものを見つけたいだけ。だから戦っている。今も体中を満たすのは殺戮衝動。やはり私の存在意義は切り続けること。そんなことあるもんか。思い出せシェーター。シェーターが本当に求めていることを。私が本当に求めていること。ああ、殺戮。目の前にある命を奪い枯らす。どうして。やっぱり止めれただろう、シェータ。何を言っているの。シェータが求めることは誰かを切り続けることじゃない。そうだろう。そう、私はいつか切りたくないものを見つけたい。そう願っていた。ああ、えば、très bien。キリト、私、一体。よかった。ああ、qu'est-ce qui s'est passé？ 今の声、メディナか？急ぎ戻りましょう。ずいぶんとしぶといですね。ああ、évidemment。他の者たちはあっさりと死んでくれたのに。あ、très bien。救世主様。来るな！逃げてくれ！あなたを生かしておいて。正解でした。お前、最後の希望を断ち切れば救世主様のこんな顔が見られる。共演を盛り上げる歯車となってくれたことを感謝します。メギラ、今助ける。 Autant les mecs random je m'en fous mais mais elle c'est chiant。 つくつく難しい女ですよ。再びここへやってきた私をこのゴミクズどもと足止めしようとした。しかもそれが本当の目的だと気づいたなどと生意気なことをほざくではありませんか。虫ずが走ってたまりませんでしたよ。本当に五代目当主に顔も何もかもそっくりだ。エディナ、逃げてくれキリト。こいつには攻撃が届かない。お前たちだって来た。傑作、まことに傑作だ。救世主様、低俗な裏切り劇に自ら幕を下ろすとは。どういうことだ。お前一体なぜここに。私が戻ってきたのはいずれにせよこの救世主様に引導を渡すためです。これまで冒険者たちを導いてくださりありがとうございました。もうお前は用なしです、メディナ様。お前の目的は冒険者たちを利用し各地の魔獣を倒させカラントロ、つまり新勢力を集めること。そうだろ。ご名答。大罪人のくせに小賢しいまでの知能ですね。最高司祭様をよみがえらせるためにはより多くの新勢力が必要。あの傘はその命を吸い上げるためにあるものだ。傘、カセドラルシダを覚え、アニメ上の傘のことか。うーん、メディナ殿を利用した。あば、そうでかね。おかげさまで
On s'en doutait pas. あなたは世界を救うことなど一瞬たりとも考えたことがない偽りの救世主だ。お前たちもご存知ですよね。彼女がお前たちを裏切って行動した目的はオルティナノスケの汚名を注ぐためです。口では人界を真に救うためだのなんだの言っても、彼女が行動したのは私がその報酬を提示したからなのですよ。たとえそうだとしても、こんなことをしていい理由にはならないわ。ああ、そろそろ真実を教えましょうか。死ぬ前に教えた方が楽しめますし。メディナ・オルティナムス、欠陥品のお前がしたことは全て無駄ですよ。私を騙したのか。最高裁様復活のためにその能力を存分に利用させていただきました。お前はオルティナノスケ最後の当主ですからね。かつてのように遊んであげたくなったんです。どういうことだ。お前は一体何者だ。お前の手で仲間だと錯覚しているお人形たちの多くを壊させ、その安い絆を破壊する。そして彼らの耳に人海人をおとりにする知恵などを吹き込んで犠牲者を出したのも私です。全てはお前に罪を負わせて苦しめるために。そんな嘘だ。そしてこれが最後の仕上げのはずでした。お前のお友達ごっこをしてくれた滞在人と争わせ、万が一お前が自分の手でこの男を殺すようなことになれば、私が全て種明かしをした時、どんな傷ついた顔を見せてくれるのか興味があったのですよ。完全に狂っていますね。出来損ないの人形風情がうるさいですよ。何？ああ、それからメディナ様、最高司祭様は蘇った。おそらくは人界の人々を救いません。いえ、正確にはソードゴーレムという何百人もの人間を素材にした武具を作り、人界を救うおつもりです。あらら、お s'en doutait pas que Ersaria avait tout manigancé。しかし、最高司祭様はあの時最上階で約束されし救世主、私を助けてください。人界の人々を救うために。その声、声色を変えることなど簡単です。これちきでよく騙されてくれましたね。もしメディナ様がお友達を殺した場合は、その功績を散々褒めたたいた後に真実を知らせるつもりでした。そしてその絶望した顔を眺め楽しもうと思っていたのに、どうやらそれは失敗してしまったようです。しかしもう用済みであり、お前が冒険者どもの首領である以上、私にはすべきことがある。冒険者一人一人殺すのは骨が折れるので、司令塔に潰れてもらいます。さあ生き絶えるがいい、メディナ・オルティナノス。こうなったのも当然の報いだ。私は bon, évidemment, il y en a un qui va se mettre au milieu.自分の仲間も信じられず、うん、d'ailleurs、hein. 死なせてしまった。キリット。Évidemment。小賢しい。お前の攻撃は届かないと言ったのに、なぜ抗うのですか。決まってるだろ。俺はメディナの友達だからだ。虫ずめらしい。いつ。救世主に薄汚い滞在にディスチャージ。そんなに遊びたければ遊んで差し上げます。しかし勝負は見えています。Ah bah voilà. Donc la première fois, il était bien passé à travers le bouclier.
真意の盾を破ったというのか。メディナを利用し傷つけたお前を許すわけにはいかない。面白い。だがここは一旦引くとしよう。Ah, mes gens, mais ce mec, quoi, oh là là. Kirito! Ah, et cassez mon bouclier, pas Benjamin V, hein. Medina, vous êtes au cas. Toast, t'es là. Naniga. Toast, t'es là, 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 t'es ムカつく。その言葉久しぶりに聞けて嬉しいわ。キリト君、チューするね。メディナ殿、何ですか。私たちと共に対策本部まで帰ってくれますか。あなたに聞きたいことがいろいろとあります。それが許されるのであれば。当然です。あなたは私たちの仲間なのですから。アリス様、一緒に帰りましょう。メディナ殿。Donc ouais, les explorateurs, ça fait dit? D'accord, très bien. Donc même la choupette, ça fait dit. Ok, bon bah, je suis un peu déçu, je suis un peu triste. Blessé, Kirito s'est évanoui. Asuna et les Suna et les autres s'enfuient, puis Alice et Medina. Minna, Atashino Sed. Tomoni, Minasan no Haka o Tsukute, Tomuraimasho. Ah. Kirito wa Asuna tachi ga miteimas. Nano de watashi ga tetsudaimas. Arigato, Alice-sama.その後、私たちは協力して冒険者たちの墓を建て、彼らを弔った。メディナ殿は彼らの死を悼み、そしてその墓前で静かに誓いを立てた。みんな、おお、スチレー、すまなかった。みんなの死は私に責任がある。Je me permets.Hop là, comme d'habitude, très très classe. Vraiment très classe. Tout ça, c'est que j'ai utilisé mon pouvoir de mes amis. Et que je n'ai pas cru en mes amis. Je ne peux pas dire que je ne peux pas me pardonner. Je vais continuer à porter ce culpable. Je ne vais pas être un tribunal.もうこれ以上の犠牲を出さぬよう、あいつと戦い、そして人界を救ってみせるよ。だからどうか見守っていてくれ。きっと届いていますよ、アリス様。さあ、名残惜しいですが行きましょう。はい。そして私たちは傷ついたキリトが目を覚ますのを待った。Bon, le retour. 目を覚ましたか。俺どれぐらい寝てた。だいたい半日ぐらいだ。奴の攻撃がよほど響いたらしいな。アスナが治療したというのに。メディナ、服に血がついたままだ。あれから着替えてもないのか。もしかしてずっとここにいてくれたのか。ずっとじゃない。アリス様と一緒に冒険者たちを弔ってからここに来た。そっか、疲れてただろうに。ありがとな、メディナ。礼を言われる筋合いなんてない。何より間違っていたのは私だった。ハーシリアンの言葉に乗せられて
お前を切ろうとするなんて。俺にも原因はある。アドミニストレーターのことをメディナに教えてあげられなかったからな。教えて。学院を去ったお前とユージオに何が起きたのかを。わかった。アリスも呼んで一緒に話してもいいか。もちろんだ。Oui, non, alors, moi, non, c'est pas, je suis sérieux, là. Ah! Bon, j'ai lu Alice rejoint, mais j'ai pas eu le temps de lire. Alors, attendez. Journal, qu'est-ce qu'il dit? Kirito et ses amis rejoignent Alice auprès des citoyens des rochers de Minelda, voilà. Ah. Donc, j'ai tué l'administrateur. 本当はメディナが対策本部に来た時点で話すべきだったけど、聖号騎士以外の鎮海人に耐えられるような内容じゃないと思ったんだ。だから混乱を防ぐために情報を隠した。確かに信じがたい事実だ。以前の私が聞いたらきっと混乱どころじゃなかったかもしれない。お前の判断は間違っていなかったと思う。でもメディナに対して隠し事をしていたのは事実だ。すまなかった。私にも謝らせてくれ。お前に剣を向け最高司祭様の復活に手を貸すなど。私も騎士でありながら最高司祭様の悪事に気づくことができませんでした。ですから自分を責めるのはやめるべきです。それにあなたは私たちの仲間です。無事でいてくれただけで十分です。うん、ずっと待っていたんだから。いつか必ず戻ってきてくれるって信じて。そうだな。おかえりメディナ。私はお前たちのことを信じられなかった。それゆえに大切なものを見失い愚行に走ってしまった。そんな私をまた迎え入れてくれるのか。ああ、もちろんさ。相変わらずだなお前は。ムカつくが今は感謝する。みんなもありがとう。もう一度私を受け入れてくれて。これでまた一緒に戦えるな。ああ、今度こそ正しいことのために力を使いたい。償いになどなるはずもないが。メディナ。ハーシリア。みんなを殺したあいつが深海の人々を脅かすのを黙って見てはいられない。だから私は戦うしかない。それが今の私にできる唯一のことなんだ。そうだ。大切なのはこれからどうするかだからな。それにきっとメディナの思いは死んだみんなにも伝わるさ。そうだろうか。ああ、前を向いて歩いていくしかないよ。そうだな。Et encore une fois, j'ai pas eu le temps de lire. Qu'est-ce que ça disait? Ah, je peux même pas savoir. Bon bah, il faudra voir au montage et je ferai peut-être une petite, petite pause que vous ayez le temps de lire ce qui s'est marqué sur le changement de... Le changement de scène. Bon. Medina-san et les gens qui ont fait une telle chose, c'est un peu Asuna qui a dit. Les gens qui ont fait une telle chose, ne sont pas capables de le faire. Mais...真意の盾を使い聖号騎士に勝るとも劣らぬ実力を持つ相手とは厄介極まりない。est-il chevalier? Bah, je pense pas. 前に元老院に元老院統括代理なんて役職はない。あんなやつ見たこともないって話になったけどさ。もしかして聖号騎士だったりしないのか。統括された聖号騎士は他にもいるんだろう。そうだ。
元老院に所属していたということ自体がすでに偽りかもしれないよね。いや、凍結中の戦後騎士の中にもそんな奴はいなかったはずだ。ベルクーリさんが知らないのならもっと昔に整合騎士にされた人とか。そうだとしてもなぜその存在は隠されていたのでしょう。 Pour ce genre de cas, j'imagine. En tout cas, il est dangereux. とにかくあいつは危険だ。整合騎士やこの衛兵にも十分に注意するよう伝えておいてくれ。ああ、伝えておく。とはいえハーシリアンの目的と行動についてもう少し意見を出し合った方がいいだろう。そうじゃな。そやつの次の行動が読めれば対応もしやすい。メディナも辛いかもしれないが、やつに関して覚えている範囲で情報を出してくれ。はい、お気遣い感謝します。ボ、エベコマンソン。よし、早速だが会議を始める。ハーシリアンの目的と行動について意見を出してくれ。Du coup, cardinal, des infos? やつの口ぶりから察するに、状況は相当に深刻じゃろうな。そうですね。新勢力を集めるという目的を達したのなら、次なる行動に移るはずです。ああ、これまでのようにガラントを切るだけじゃダメかもしれんな。メディナ、qu'est-ce que tu peux nous en dire?なんだ。ハーシリアンの言葉、正確には新勢力はほとんど集まりましたです。ほとんど。それじゃあまだあいつの目的は完全に達成されたわけじゃないのか。おそらくそうだと思う。では残りの新勢力収集を阻めば最高司祭様の復活を止められるかもしれません。となると、やつがどこで新勢力を集めるかだな。ファナチオニデ。これまでキリトたちによって南、北、西帝国のカラントコアが切られました。おお、donc ça veut dire qu'on va passer à l'est maintenant。新勢力を集めることは困難となれば、東帝国に新たなカラントが作られている可能性が高いということですね。カカ、急いで東帝国へ人を使わせ。カラントの有無を確認しましょう。エスタバリエフ、ユコ。オッケー。緊急のご報告です。なんだ。東帝国で二つの事態が起きているようです。あ、バチアンドーク。東帝国。さ、トンビアン。聞かせてくれ。は。一件目ですが、東帝国で複数人の衛兵やこの衛兵の失踪が起きているようです。二件目は精度の低い情報なのですが。構わねえよ。そのまま続けてくれ。東帝国で黒い鎧を全身にまとった騎士の目撃情報。Un chevalier en armure noire。黒い鎧の騎士。聖護騎士の一員か。いえ、まさか。暗黒騎士だ。おお。ですが暗黒騎士は。ジャイアント族がカラントで蘇ったんだ。過去に人海侵攻に失敗した暗黒怪人が他にもいて。Ouais, bah, si c'est ça, c'est chiant. Mais si c'est un vrai chevalier, là, ça commence à être intéressant.冒険者の力を借りられないか。ああ、さらにコンプリケ。効率はかなり上がるだろう。もちろん可能です。ですが、今のままではダメです。アリス様に指摘されたように、私はお願いと称して、冒険者を強制的に従わせてきたようなものです。しかし、彼らを指揮する立場である私が、ハーシリアンに惑わされ間違った選択をしてしまいました。そんな私がこれ以上無理に命令を下すことはできません。だから彼らの意思について確認したいのです。彼らが私と共に歩んでくれるかどうか。メディナ殿、あなたの選択を尊重します。彼らに問い
意思を確かめましょう。ありがとうございます。では冒険者を集めます。Bon, au moins il y a une évolution pour Medina. これまでみんなに謝らなければならないことがある。それは私の持つ力についてだ。みんなに自覚はないかもしれないが、私は触れることで相手に忠誠心を抱かせることができる。だからみんなが私に向ける敬意や救世主という呼び名は作られたものだ。私はこの力で無理やり与えた忠誠心を利用し、長い間みんなを従わせてきた。だが気づいたのだ。そんなことをする権利など私にはないと。本当にすまない。私にみんなの上に立つ資格などない。今の話は本当なのか？ああ、事実だ。俺たちは救世主様に操られていたってことか？そうだけど、俺はそうは思えない。俺はこの世界で目覚めてからずっと自分のやるべきことが分からなかった。わずかな記憶と戦うべきだという気持ちに従い、不用意に人間を傷つけたりもした。それが悪いことなのか正しいことなのか判断することもできなかったからだ。そうやって自分が戦う意味を探していく中で救世主様に出会ったんだ。確かに無理やりに与えられた命令かもしれない。そこに俺の意思はなかったかもしれない。けど俺は戦う理由をもらった。俺たちはこの世界での意味を手に入れた。私もこの世界でどうして生きていけばいいか分からなかった時、声をかけていただきました。俺もそうだ。無理やりなんかじゃない。救世主様に喜んでもらえるのが嬉しくて一緒にいたんだ。みんなそこまでの思いを。私たちだってそうよ。大切な人がいてくれたから、その人を守るためにこの世界へ来ることができた。はい、それが私の目的であり、この世界での意味です。でもだからといってそれを果たすために誰かを傷つけちゃダメよ。キリトさんだってそんなことを望んだりはしませんもんね。だからメディナも彼らに意味を与える立場でいるなら正しく導いてあげて。はあ、分かった。みんなこれまで私を慕ってくれてありがとう。システムコール、アングループアレイメンバーズ。今の術式は冒険者のグループを解除する術式じゃ。戻ってきたメディナに頼まれ、先ほどモジュールについてさらなる調査を行った結果、その機能が冒険者の所属グループを変更するものだと分かった。つまり冒険者をメディナを救世主として慕うものというグループに設定することで、彼らメディナを救世主として扱い、メディナに協力するという行動原理を得るようじゃな。今の術式はそのグループを解除するものか。うむ、メディナは冒険者と本当の意味で対等になるため、その術式を認めておった。たとえ冒険者が自分の元から去る結果になったとしても、それが正しいことだと考えたのじゃろう。そうか、なら俺たちは見守ろう。今のは私がみんなに強制的に与えた忠誠心を解くための術式だ。これでみんなは自分の意思を得た。自分の意味も戦う理由も好きなように決められる。もう私を救世主と崇めて従う必要なんてない。その上で
今度はみんなと同じ立場で、同じ一人の人間として頼みがある。力を貸してほしい。私一人では無理だ。みんなの力が必要なんだ。これは命令ではない。それぞれの意思に従って断ってくれても構わない。だがもしもそれでも力を貸してやってもいいと思える者がいたら頼む。怒りも阻止にも受け入れる。頼む、助けてくれ。もちろんだ、救世主様。あ、いや、メディナさん、さっきの神聖術はちゃんと効いているみたいだ。今の俺にあんたへの忠誠心はないけどな、変わらないんだ。自分に意味を見出してくれたメディナさんへの感謝と一緒に旅をした思い出は変わらず残っている。これからは友達だ、メディナさん。友達、みんなありがとう。Et donc, chapitre 5, 1, serment Lycoris. 次の日。よう、アリス。こんにちは、キリト。そうだ、この後何か予定はありますか？ Je sais pas si vous avez des projets, mais bon, en tout cas, ça va faire plus de 2h30 que je tourne, donc ça fera évidemment plusieurs épisodes, hein, vous les avez déjà vus au moment où moi je dis ça. Mais 2h30 de session de tournage pour ce morceau-là. Dès que je peux m'arrêter, on s'arrêtera évidemment. Hein, à la base, j'étais parti pour tourner juste un épisode. Hein, voilà. Mais bon, le jeu a dit non. Comme très souvent d'ailleurs. Hein. Eh, c'est ça. 同じ牧犬のはずなのに一撃の重さがまるで違う。どうしたアリス。キリト、今の立ち合い本気で剣を振るっていましたか？Évidemment。ああ、そのつもりだよ。おかしいですね、あなたの剣がこの程度とは思えないのですが。 いや、そんなもんだって。とぼけないでください、手加減しているでしょう。まさかそんなことは。今私の右目を見ましたね。もしやこの傷を気遣って手を抜いたのではありませんか？なあ、そうだけど。でも。でもも何もありません。余計なお世話です。余計なお世話って。この目を失った時にも言いましたが、私は氷教会と戦う決意の証として右目を直さなかったのです。最高司祭様が生きている可能性があるのならば、決意を維持するためにも右目はこのままにしておくのが道理。それとも片目が失われた程度で私の剣が鈍るとでも。もしそうなら分かってもらえるまで剣を交えるまでですが。アリスの剣に疑問を抱いたことはないよ。初めて打ち合った時からそれは変わらないし、むしろ以前よりも鋭くなっていると感じる。だからこそアリスの決意と右目を直さないことはもう関係ないというか。まだ言いますか。これ以上の議論は無意味です。アリス。Il était en train de parler。鍛錬に付き合っていただいたことには感謝します。ちょ、待ってくれ。まだ話は。Ah, vas-y, t'es relou, hein. Il est en train de... Elle lui demande de s'expliquer. Il commence à s'expliquer. Elle se casse. あそこまで否定されるとは思わなかったよ。重要なのは右目の治療という見た目の問題ではない。アリスが抱く内面の問題じゃ。アリスが右目の治療を拒む理由について何か思い当たることがあるのか？うむ、実はあの右目、
一度わしが回復させているのじゃよ。アドミニストレーターを倒した直後、お主やユージオと共にアリスの傷を治療した。その時にな。なら、どうしてアリスの右目は治っていないんだ？治癒術は確かに行使した。つまり、アリスの意志がそれを拒んだのじゃ。おそらく右目が元に戻ることで、アドミニストレーターへ立ち向かうと決めた時に抱いた決意や、お主らと共に戦ったという事実までもが消え去り、元の人形同然の状態に戻ってしまうと、そう考えているのかもしれない。ouais, ça ressemble bien à du Alice, ça. 右目の有無は関係ない。治療したとしても、アリスの決意は失われません。だよな。でも、アリスがカーディナルの治癒術を拒んだってことは。アリス自身が心の奥底で恐れているのじゃろう。右目を元に戻せば何もかも元に戻ってしまうのではないかと。つまりアリスは以前の自分に戻ってしまうことが怖くて、未だに右目を直さないでいるってことか。おそらくじゃがな、決意の証を残しておきたいというアリスの主張にはそういう意味も含まれておったのじゃろう。あんなに固くなに拒んでいた理由がようやくわかったよ。おちゅうぱぱあれと。治療でアリスの決意は失われない。とはいえ、まずはアリスに自信を持たせないと。En termes de têtu, tu peux parler, Kirito. じゃが容易ではないぞ。わしの治癒術を拒絶するほどに、あやつの恐怖心は大きい。ああ、俺だけじゃ無理だろう。でも、あいつにも協力してもらえば、きっと。On parle à Yuzhio. アリス、少し時間いいか？さっきの話についてなんだけど。右目の話ならばもう終わったはずです。立ち会いで手を抜いたことに対する謝罪であれば聞きますが。それについてはごめんけど、右目を直してほしいっていうのは変わらないですから。そのつもりはないと言ったはずです。いい加減理解してください。でもアリスだっていつまでもそのままにしておくわけにはいかないだろう。別に一生直さないわけではありません。まだその時ではないというだけです。ならその時はいつ来るんだ？いつになれば今の自分が失われる恐怖に怯えなくなるんだ？私が怯えるなど、決してそのようなことは。アドミニストレーターとの戦いの中、カーディナルは治癒術でその右目を直そうとしたんだ。けどそれは効かなかった。おそらくアリスの意志が治癒術を打ち消したんだと思う。それは本当なのですか？私が恐怖ゆえにこの目が戻ることを拒んだと。理由に関しては推測じゃがな、わしの治癒術でアリスの右目が治らなかったのは事実じゃ。そんな、知りませんでした。私は無意識のうちにそこまでの恐れを抱いて。キリトはキリトなりにお主のことを心配し、そして力になりたいと思うておるんじゃ。Après Kirito, c'est un peu Jean-Michel pied dans le plat, donc bon. どうか話してくれんかの。カーディナル様。二人がおっしゃる通り、私は不安なのです。再び右目を失う前の自分に戻ってしまうのではないかと。規則を疑うこともなく、言われた命令をこなすだけの、何も考える必要のない人形に戻ってしまうのが怖いのです。アリス、大丈夫だ。右目を治療したからって君が抱いた決意は失われたりしない。ありがとうキリト。けれど私はそのことを理解はしているのです。分かっているはずなのに、考えるだけでどうしようもない不安感が拭えないのです。キリト、一体どうすればこの感覚を払拭できるのでしょうか？それは、bien sûr。わからない。avec du temps, de la patience et tout ça, mais。言葉には限界があるし、答えを示すことは難しいと思う。そんな。あくまでも俺の場合はって話だよ。アリスに共感し、自信を抱かせる適任な人物が他にいるんだ。アリスのように氷協会と戦う決意を抱いて、その上で。失った右目をすでに直したやつがさ。え、まさかユージオ。
ごめん、アリス。盗み聞きしてるみたいで心苦しかった。Et là, il y a un Yojiro qui pop de la poche de Kirito. Salut! En fait, j'étais là! 僕も同じなんだ。だから、少しでも力になりたいと思って。仕方ありません。それに、キリトの指示でしょうから、怒るならキリトに怒ります。それはほら、大人数で押しかけても悪いかなって。まったく、余計な世話ばかり焼きますね、キリトは。同感じゃ。二人ともやめてくれよ。とにかく、アリスの不安や恐れなんかは、ユージオの言葉で解消されるんじゃないかと俺は考えている。そうですね。ではユージオ、あなたに聞きたい。あなたは、その、私が抱いたような不安に襲われなかったのですか？残念だけど、僕はその質問の答えは持ってないんだ。僕は禁忌目録を犯したことの混乱が残る中で、気づいたら治療を受けていたようなものだからね。状況もよく飲み込めてなくて、右目を治すことに対して意味なんて求めなかった。でも一つだけ確かな事実がある。それは僕の決意は変わっていないということだよ。本当ですか？右目を失った時からずっと変わらず？うん。アリスも当然知っている話だけど、僕は修験学院で他の生徒を切ってしまった。ええ、それを突き止めた元老院の指示で私は修験学院へ向かったのです。僕はライオスとウンベールの行いを目の前にしながら、初めのうちは何もすることができなかった。ティーゼたちを助けようとすれば採血権を妨害することになり、僕は罪を犯すことになる。生まれてからずっと正しいと思ってきた法を、禁忌目録を破ることなんてできっこない。Ah, cet épisode. Ah, merci de me rappeler, Yojiro. Comment le décrire? Ce sentiment a toujours été présent en moi. Devant la peur de protéger le vieux maître, j'ai aussi apprécié le fait 思い出したんだ、キリトの言葉を。定められた法にただ従うことが正義とは限らない。本当の正義は悩んで探し出した答えの中にしかないんだね、キリト。恥ずかしいな。とにかくその言葉を思い出して決意したんだ。目の前で救いを求める人を助けるんだって。たとえそれが禁忌目録に逆らうことだとしても、今はそうすべきだと僕は思ったんだ。すごいよ、優勝は。褒められるほどのことかはわからないけど、僕はその時抱いた気持ちを絶対に忘れない。右目を失った時に抱いた苦悩や疑問、それを乗り越えて手に入れた決意は変わらず僕の中にある。だからその思いは絶対に失われたりしないし、右目がどういう状態だろうと関係ないと思うんだ。僕が僕らしくあり続けようとする限り、この決意は変わらない。つまり自分の決意を信じるしかないと。うん。あ、サンプルイデアは。アリスも思い出してほしい。右目を失った時に自分が何を思って何を決意したのかを。その思いはアリスにとって大切なもので、絶対に失われることはないんだってこと。そうですね。私は全てを失う覚悟で最高司祭様に抗うと決意したのです。反逆の証として痛みを残し続けずとも、その覚悟を失うわけがありません。うん、アリスなら大丈夫さ。ありがとうございます、ユージオ。あなたのおかげです。いや、ごめん、なんだか偉そうなことを言っちゃって。あなたが語った思いは全て事実なのでしょう。それならば謝ることなどありません。
むしろ謝るのは私の方です。カーディナル様、覚悟は決まったようじゃの。ええ、治療をお願いします。もちろんじゃ、そのために来たんじゃからな。ありがとうございます。On va enfin avoir une Alice avec les deux yeux. では、行くぞ。Avec une image, j'espère. これでよい。ゆっくりと眼帯を外してみるのじゃ。どうだ、アリス。アリス。倒しましょう。最高司祭様を。私はこれからも人界の人々のためにそうあり続けます。あ、c'est bon。toujours la même、toujours aussi têtue。elle est là。成功したようじゃな。ええ、三人のおかげで右目とともに自信を取り戻すことができました。私たちの手で今度こそ人界を救いましょう。わ、よろしく頼むぜ、アリス。Laisse-moi deviner, ça va repartir avec un duel, sur un duel avec Kirito dans pas longtemps.さて、出発の準備は整ったけど。Ah, mais sans déconner, faites une pause. Je veux arrêter l'épisode. Je veux arrêter ma session de tournage. 東帝国へ向かう準備は無事に終わったか。キリト君、すまない。こちらから声をかけるべきだったのに。いやいや、気にしないでくれ。そうか。準備の方は終わった。正確には私の分はという意味だけどな。どういうことだ。最近の度重なる魔獣の被害やこの衛兵の治療なんかで王都にある薬が不足しているらしいんだ。そこで氷協会の修道士や修道女たちが大急ぎで素材を集め薬の生産を行っているそうだ。もういい、いいやろ。暗黒騎士官目撃された人も距離もあるし。Donc, une excuse pour ne pas nous faire aller dans les royaumes de l'Est tout de suite. Omae-san, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Ouais, il nous renvoie dans le nord. Il y a des choses à faire. 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 D'accord. Alors, je vais vous faire des choses à faire. Je vais vous faire.早めにその魔獣を片付けてから向かうよ。よし。それじゃメディナのお嬢ちゃんも少年と一緒に行ってきてくれるかい。私もですか。ああ、お前さんたちの剣の相性はなかなかだって見込んでるからな。分かった、行ってくるよ。ベルクエリ様、ありがとうございます。ん、なんで霊なんぞ言うんだ。ほら早く行ってこい。それじゃあ行こうか、メディナ。ああ。Oh oui! Plusieurs scènes ont été ajoutées. Sans déconner! Aïe aïe aïe! Après une session de presque 3 heures de jeu, encore une fois, je peux enfin m'arrêter. Et sauvegarder. Bon!Et bien évidemment, enfin, au jour où vous verrez cet épisode, vous l'aurez déjà compris que les épisodes, enfin en tout cas cette session de jeu a donc été divisée en plusieurs épisodes. J'espère en tout cas qu'ils vous ont plu. Il y a eu beaucoup de choses, hein. Alors, je pense qu'on en reparlera dans les épisodes suivants, parce que là, je pense que vous vous en doutez, je n'en peux plus. 3 heures là, c'est trop, hein, sans déconner. Hein. Enfin bref.Comme je dis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous le savez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, même plusieurs sur tous les épisodes, à partager les vidéos, les commenter et pourquoi pas bah, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve très bientôt bah, pour repartir dans le nord. Mais d'ici là, portez-vous bien et que la funk soit avec vous. Ciao, ciao.